はい、恵方巻きどうぞ。いただきます。うわ、鬼の角ついとるし、恵方巻きやし。節分だな。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、マンション見てこう。さて、今回は、お、喧嘩なさそう。久々に。遊びたい人がおるけん、遊びましょうか。六助くん。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。遊びましょう、遊びましょう。お、キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのものを床に落としたら失敗です。よし、なんだ？麻雀パイや。いやー、なんか取るの難しそうやな。小さいし。一発やったやっためっちゃ一発やった。おめでとうございます。イエーイ、やったね。受け取ってください。ありがとう。お宝麻雀パイをもらいました。ありがとう。新しいもやってんな。ふんふん、新しいインテリア。OL スタイルはちょっと違うね。さすがに絶対違うやろっていうやつはちょっとやめとくわ。アラビアンスタイル。どうぞ。どうすか？新しいインテリアもありがとうございます。幻想的な感じ。お、インテリアで気に入りました。お、気に入ってくれたんならよかったよ。見ていきましょう。こんな感じ。なかなかのお部屋ですね。うわー、落ち着かなさそう。でもなんかこの本棚いいね。どういう感じ？これ一応二つを組み合わせとんじゃなくってさ、なんかこう、なんていうん？くの字になった本棚？いいな、なんか。見応えがありますのね。見応えがある。まあ確かに、このラクダとか乗れそう。大事にします。してください。あれかな、目の前で、もくもくとなんか煙が上がりよる、あれは、お香的なものと思っていいんかな。はい、それじゃあ、猫レンタル券を、どうぞ。道具、猫レンタル券をプレゼントしました。食事は、好きなものだけ食べたいです。ま、それはわかる。いや、でも正直思うけどさ、別に決まったものからしか、栄養が取れんわけじゃないけんさ、できるだけ美味しいもので栄養とっていいと思うよね、全然。はい、カス汁どうぞ。どうすか？まあまあ美味しかった。よかったよかった。いや、なんか一応子供の頃ってさ、あれやん、何でもかんでも食べろ食べろってめっちゃ やられるけどさ、別にピーマンからしか取れん栄養とかないやろうし。いや、今食べれるけど、ピーマン。食べれた方がね、まあ、楽しいかもしれんけども、いろいろ食べれるものが多い方がね。まあでも栄養が取れたら何でもいいと思う。はい、ケイスケさん。入ります。ケイナちゃんやん。娘よね。二人の。私たちに興味なくなったんですか？え、なぜ？そんなことないよ。つい最近やんね。ケイナちゃんのこといろいろ言いよったの。あったじゃないか。友達も紹介したいのですが。お。ハルキも紹介するのはどうでしょうか？いいんじゃないでしょうか、普通に。うんうん。二人が仲良くなるにはどんな話をすればいいでしょうか？友達紹介よりも恋人紹介をしてほしいな。まあ、ソタンさんは相手おったよね、確か。趣味の話とか。では、二人も呼んできます。はい。お願いします。この人はこうこうこういう人で、っていう説明かな。お？なんか、お互いに理解できなさそうな感じ。わあ、わかり合えない。ちょっと間にケイスケさん入ってみたりとかしよるけど。まさかの、まさかの、わかり合えず友達になれないパターン。そっかそっか。いやでもまあ初対面からちょっとんって思う人っておるもんね、正直。初対面でなんかちょっと言葉交わしただけでもさ、なんかちょっと感じるものってあるよね。はい、おにぎりどうぞ。
で、大体そういう人って、よーく話しても、合わんかったりするけん。直感大事。お、レベルアップ。あれ、ケイスケさん意外とまだレベル29とかなんやね。もっといっとるかと思った。はい、漢字 T シャツ。どうぞ。服、漢字 T シャツをプレゼントしました。なんかゴールデンウィークめちゃくちゃ暑くなるとか言ってなかった。10年に一度の暑さみたいなんよったよ。ゴールデンウィークにしてはっていうことやろうけど。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。いや、なんかちょっと前にさ、めちゃくちゃ、もうこっちじゃないけど、別の県が、めちゃくちゃ気温上がって、ね、めっちゃ夏日みたいな感じになっとったけど、でもその夏日が終わったらまたなんか、また気温が下がってきとるっていうね。で、またこっから上がっていくんやろ。わー、やだー。てか、雨が多くなってきたし、ちょっと前倒し気味に今度は梅雨がやってきたんやねん。はい、ミステリーさん、入ります。桜も若干早めに散ったみたいやしね。遊びましょう、遊びましょう。お花見できんかったな。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いて、ペアが揃ったら勝ちです。よし。めっちゃ目がでかい。すごい目でかい。普段目つぶっとるもんね、ミステリーさん。はい。イエーイ。おめでとうございます。ありがとう。今のところ苦手、超苦手が全然ない。超大好物、大好物、好物は出てるよね。嫌いなもんないんやない。一番小さいの。お宝、懐中時計をもらいました。ありがとう。秋の言った冗談を思い出して、つい笑っちゃいました。思い出し笑いってなかなか、昔はあったような気がするけど、最近ってそんなないな。カス汁、どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？まあまあ美味しかった。よかったよかった。はい、そして。びっくりした、めっちゃ燃えよんかと思った。暖炉だったわ。ユニポンちゃん、入ります。一緒に遊んでくれますか？遊びましょう、遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すカード、表の外に出すと勝ちです。はい、スタート。はっきょい。はっきょい。残った。いや、いつも思うけど、やっぱりユニポンちゃん髪色めっちゃ可愛いよね。すごい似合っとるよね。あー、待って、押し出される。あー、危険、頑張れ。うわー、すごいギリギリのところで。うわー、いけたと思ったのに。結構耐えたと思うんやけどな。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。結婚はまだ君たち。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。ゆうと、ヨネガオってすごく可愛いんですよ。そうなんや。なるほどね。まあ、でも他人が見たらどうかわからんけど。やっぱ彼氏やけんね。多少、補正が入っとると思うよ。はい、ウニどうぞ。ヒゲが生えたみたいな感じに見える。あんまり美味しくなかった。この苦手なゴーヤを超えて、天丼が超苦手っていうのが、一体どんな天丼を食べたんだって感じやけど。はい、それじゃあ。はい、さきさん、入ります。あゆなのそっくりさんでしたっけ？そうよ、忘れないで。お腹が空きました。ふんふん。私もお腹空いた。まだ食べてないんだ、ご飯。はい、こんにゃくどうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？まあまあ美味しかった。よかったよかった。時間が戻っても、ミレットともう一度付き合うかどうかはわかりません。のそういう話はいいよ。だってほら、もう旦那さんおるし。ね、そういう話はせん方がいいよ、きっと。あ、まあでも友達同士とかやったらね、多少あるかもしれんけど。
い、それじゃあ。ミニニュース見てこう。1時になりました。ミニニュースをお伝えします。お願いします。本日よりロボット世界大博覧会が開催されています。おお、普通に楽しそう。世界中のロボットが一堂に集まる極めて珍しい博覧会で各国の関係者でにぎわっています。ふんふん。ロボットのお国柄による時代を知る。これは要は世界大博覧会の部分が固定でロボットの部分が変わりよるってことかな。私ならもっとすごいことができます。ロボット世界大博覧会普通にありそうじゃない？なんか定期的に ねその辺なんかイベントとかあるやん、ね、そういうのでしてそうな感じがするし、普通に面白そう。お、ひるいちあるやん。パーカージャージだよ。パーカージャージ特売日だから信じられないくらい安いよ。あれやな、家におる時の私みたいな格好やね。誰にでもよく似合うパーカー。私こんなにちっちゃいパーカーは着てないけどもうちょっとブカッと着とるけど、とりあえず一着ね。うん。買っときましょう。ひるいちとかはね、ちょっと色が選べん。なんか固定されとるけん。めっちゃなんか色味なかったよね。全体的に。はい、それじゃあ、さっちゃん、入ります。え、ほのかちゃん、せっかく白いワンピース着とるのに。確実に汚れるよ。また会えて嬉しいです。お久しぶり。何かご飯物が食べたいです。ご飯物？ご飯物ね。ご飯物？天丼。どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？あ、でも私天丼ってあんま食べたことないかもしれん。おお、好物1位になった。天ぷらね、普通に。まあ、でもどうかな、天ぷら。そういえば天ぷらもそんなにやな。いつだったかな。なんか私そんなに多分食べられる天ぷらがないんよね。天ぷらってなったら私鶏天食べたいもん。あ、ハート来た。りょうりょうさん。りょうりょうさんは？ちょっとだけ。なるほど、結婚したんか。子供だね。ふんふんふん。4個と 4DMAX27 の間に子供がいたらと想像したりします。いいんじゃないでしょうか。いいね。ですよね。いいと思うよ。レベルアップ。それじゃあ鬼の角2本。いやでもこの服に、この帽子よりかはマシかなぁと。いつもありがとうございます。4個からのお返しです。なんでしょう。お宝、金貨をもらいました。お礼にありがとう。実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。実は、誰よりも、ゆうやといるときの方が楽しいんです。そこは傭兵さんであってくれよ。親友やけん楽しいんやろうけど。はい、恵方巻きどうぞ。いただきます。うわ、鬼の角ついとるし、恵方巻きやし。節分だな。季節が違う。ほい、そして、めちゃくちゃ転がりよる。なんか、あれじゃない、クズだらけになりそうじゃない、服が。はい、みなこちゃん、入ります。あ、まだ初期部屋やね。遊びましょう、遊びましょう。そして部屋とかも整えよう。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかってるアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。モザイククイズ第1問。第1問。これは何でしょう。爪切り。答えは爪切りでした。イエーイ。モザイククイズ第2問。第2問。ででん。これは何でしょう。お茶。答えはお茶でした。イエーイ。モザイククイズ最終問題。最終問題。これは何でしょう。え、わからん。エビチリ。答えはエビチリかカニ。エビチリでした。よし。
エビチリってさ、私給食に出ようってやつしか食べたことないんやけど、やっぱちゃんとしたエビチリっていうのは辛いものなの。給食に出てくるエビチリってさ、なんか全く辛くないやん。一番小さいの。だから懐中時計をもらいました。ありがとう。あれさっきも懐中時計じゃなかったっけ？気のせい？たまに泣ける映画も見てストレスも発散します。泣ける映画を見てストレス発散。涙活ってやつやね。なんか昔そんな言葉あったよね。はい、こんにゃくどうぞ。いただきます。なんか DS とかその辺のなんかゲームソフトでもなんか泣ける話みたいなソフトあったことない？その涙活が流行った頃の。ほんと、それじゃあ、ちょい服を、女性の晴れ着。いいね。ちょっと今季節は違うけど。結構気に入ったようです。よかったよかった。めっちゃ満足度上がったよ。まあ、確かにね、着物だの浴衣だのって普段絶対キンキンさ、まあ、着たらテンションは上がるよね。そして、手をメンスタイル。ねえ、やだな。そこはなんかもうちょっとさ、キラキラスタイルでいくか。でも最近なんか普段着みたいな感じで、なんか着物をさ、ちょっとなんか、なんていうん、洋風のものと合わせてなんか着とる人もおるって聞くけど。はい、見ていきましょう。なんかね、上はなんか着物、のやつ着とるんやけど、着とるんやけど、なんかその下にさ、下着物そのままこうしとるんじゃなくって、なんかあのフレアスカートみたいな合わせてみたりとか、ブーツ履いてみたりとか、まあブーツはね、あの昔から着物に合わせるっていうのは、あるスタイルやったと思うけど、え、坂本龍馬とかもそうやったよね。普通のスタイルではなかったかもしれんけど。いい感じ？絶対落ち着かんけどね。壁をデコっとるよ、めっちゃ。してください。お、レベルアップ。はい、それじゃあ、シャボン玉を、どうぞ。道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。さあ、これで整ったでしょう。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねはーってことで、次、またあれか。子供が一人生まれるんかな？子供が一人生まれて、まだ多分成長してない子供とかもおったはずやけん、その辺も、住む場所をまた開けておかなくちゃいけないんだね。